ハローと、まあ共通テスト当日にね、こんなニュースを取り上げることになるとはね、思ってもいなかったんですけど、東大の前でね、3人が、まあ刺されるっていうふうに出ていましたけど、まあ切りつけるって書いてあるニュースもあったんで、まあどれが正しいのかはわからないんですが、ちょっとね、大変なことになりました。前代未聞じゃないですかね。まあ情報自体は錯綜してたんで、まあ路上だったりとか、校内だったりとかいろいろ出てたんですけど、まあ路上みたいですね。受験生の男子高校生、女子高校生、そして70代の方ですね、が、まあ、怪我をしているという状況で、なんか爆竹とかも火つけてたりとかあったらしいですね。まあ理由が勉強うまくいかずに死のうと思ってたってやつなんで、まあひどい話です。なんでこうね、他人を巻き添えにするんですかね。よくあるニュースですけど、こういうのって。共通テストの当日にっていうのはね、前代未聞だよね。この東大っていうのは非常に多くの人が集まる会場で、別に東京だけじゃないんですよ。千葉の人だったりとか埼玉の人だったりも行ってます。実際自分の教え子だったりとか、まあ間接的に関係のある人たちも何人も受けてるんで、ここで驚きです。まあ、このチャンネルに出てくれてるのは、坂上さんも、実際この会場をですね、東大で受けてるんですけど、まあ、彼は国語と英語だけなんで、昼からなんで、まあ、直接的にその場にはいなかったと思うんですが、こういった事態になりました。はい。まあ、受験というものがね、ストレスを生むっていうのはよくあることなんですけど、さすがにこれはね、大きすぎる事件だなと思いましたね。気をつけてくださいって受験生に言うのも、あれだしね。これで心を乱してしまわないことを祈ってますね、受験生が。まあ明日も頑張ってください。まあ明日は多分いろんなところで警備が厳しくなったりするとは思いますね。ほんと、無事に終えてくれることを祈っております。まあ最近だったら、まあ医学部ずっとね、浪人させられてたっていう女の子が何年か前ですよね。その母親にとかっていう事件もあったりとか、あとは中学受験のね、子供、名古屋でしたっけ、子供にね、まあ親が手を出してしまった。まあそこなんか確か子供をもう無理やり勉強させるために、なんか包丁かなんか使ってたんでしたっけ、そういう事件もありましたけど、まあ、受験の抱えるストレスっていうのはすごく大きなものだっていうのは、まあ改めて分かりましたね。まあただそれを乗り越えた時とか、終わった時に得られるものっていうのもすごく大きいので、ぜひ本当ね、頑張って2日目やっていただけたらと思います。はい、応援しております。ぜひぜひ受験生頑張ってください。